古来よりこの世に潜み人に見つからぬよう人と関わり合って生きる者を獣と言ってな。俺たちはそういった連中と人の間に立って相談事から喧嘩の仲裁、果ては葬儀屋まで何でも請け負う探偵事業、あもとい獣屋さんってわけだ。俺の親は獣なんですよね。カバネ君のこと同じ汎用の子だから気になってるんでしょ。普通親ってのは子供と離れ離れになったらその子供を探すもんだ。親に会いたいか。連れて帰ってくるってことは帰るとこないってことじゃん。僕らと一緒だよ。俺の人生には昨日まで明かりがなかった。でも犬神さんが火を灯してくれた。だからその火は絶対に消さない。強くカバネ君、アキラ、稲荷様は今のお母さんみたいな人。さてはてめえもキツネか。これさえあれば糧である人間いらないってことなんだよ。カバネ君ってちょっとだけ兄さんに似てるんだ。兄さん、半分人間であることなど忘れてしまう。本能に従うのだ。動かないでくださいね。カバネはためらわない、故に強い。獣事変、2021年1月10日よりテレビアニメ放送開始。